連弱家は、鳥類スズメメのトガである。連弱族のみの人絵型高である。連弱と総称される。アメリカ大陸、ユーラシア大陸体系は太く、全身が柔らかい羽毛で覆われる。色彩は、褐色や灰色。英語通俗名のワックスウィングは、木蓮弱姫連弱の自列風切り派の先端に赤い、牢状の突起物がついていることに由来する。 この牢状の物質が何の役に立つかは分かっていない。頭頂部には寒羽が発達する。くちばしや甲子は短い。後の爪は発達する。針葉樹林に生息する。繁殖期を除いて群れを形成して生活する。植生は植物食傾向の強い雑食で、主に果実を食べるが、花、樹液、昆虫類等も食べる。果実は樹状もしくは飛翔しながら。 空中で静止しながら採食し、昆虫類は飛翔して虎駅の絵で食べる。食物を求めて移動を繰り返し、渡りを行う地域や時期、個体数に変動が大きい。繁殖形態は乱生。繁殖期にはペアを形成する。異性に互いに食物を与えて求愛する。横絵に木の枝や草等を組み合わせた巣を作る。主にメスが放卵し、 オスは放乱中のメスへ食物を運搬する。古くは五族八種からなっていたが、連弱もどきかティラガニタイデーとミミグロ連弱もどきか、ヒポコリーデーが分離され、連弱族のみが残された。これらの酸化は他の数化とともに、連弱上かバミシリデーに含まれるが、互いの系統関係は不明確である。国際鳥類学会議による、一族三種。 かつては、さらに四族五種が含まれていた。不定期に大量発生することから強調とされたことも、あった。市街地にも飛来し、餌代を利用することもある。ありがとうございます。